今日の練習ではまあ見ていただいた通り非常にスピーディーな展開というのを求めていますし、私たちでしっかりと日本の技術を生かした攻撃というのを求めているので、僕らもまあそれに応えなきゃいけないなというのと、また本当に今までよりもスピード感のある攻守において、サッカーを求められる、そういうことはあると思います。そうですね、まあ、この短い時間で、練習した中で、まあ、少しでも監督の要求することが出せればいいかなと思いますし、また自分の、得意なプレー、やりたいプレーも含めて、しっかりとバランスを取りながら、まあ、しっかりとそのサッカーをマッチさせて、表現できればいいかなと思います。